サンピエール島及びミクロン島は北アメリカにあるフランス領の群島カナダニューファンドランド島の南セントローレンス湾内にあるサンピエール島はニューファンドランド島南部ビューリン半島西端から南西 19km にありミクロン島は同じくビューリン半島西端から南西 21km にある元は海外領土であり その後特別な地位を持つ地方自治体、現在は海外巡県となっている。軍島を構成するのは主に2つの島である。サンピエール島は海外巡県の人口のおよそ86%が集中する最小の島であり、ミクロン島は3つの半島で構成されている。他にも無人島や小島がある。軍島はアメリカ大陸に7つある。 フランス領土の一つであり、18世紀半ばの7年戦争で、失われたヌーベルフランスの北アメリカ唯一の名残で、ある。島の名をつけた、ジャック・カルティエ1520年、ポルトガル人公会社、ジョアン・アルバレス・ファグンデスは、ケルンのウルスラに敬意を表して、軍刀を1万1000人の乙女軍刀と名付けた。その後1536年6月に、 公開中であったジャック・カルティエは聖ピエール島と名付けた。ピエールは漁師の守護聖人である。ミクロンという地名はかつて16世紀に記されたバスク人船長マルティン・オヤル・サバルの公開マニュアル上でマイク・クエルという綴りであったことが証明されている。ミクロンは人類学上ミシェルという人名から派生したと説明される。 この人物名に対応する正確なバスク語名は、ミケルである。隣接する島の名称、ラングラードは1610年から1675年に、テラ・イングランド、1670年のビシュエール、地図において、ラングロア、1674年のドニド・ロティス地図で、シー・ダングルテル、1675年のソー・ントン地図で、ラノロイ、1675年に会い、 アングロイーズ・マイクロン、1677年に、アングエリ・テラコ、1693年に、ラングロア、1694年にキャプチャーでローングレー、1700年と1719年、1721年の地図では、ラングロアという綴りであったことが証明されている。島を訪れたのは、パレオエスキモー人である。それは、グロスウォーター人、そして、 ドーセット人である。1100年から1500年の間に、ベオスックの祖先たちが、サンピエール島のアンスをアンリに居住地を構えた。ポルトガル人公会士、ジョアン・アルバレス・ファグンデスが島に上陸した1520年10月21日の日付が、発見日として、しばしば引用されるが、島の発見は、もっと古かった可能性がある。1497年に、 ジャンカボットが発見していたというものである。また、公開者たちの間で1524年にベラッツァーノが発見していたと引用されている。ともかく、16世紀に島々は、ノルマン人漁師、ブルトン人漁師、バスク人漁師の拠点となり、バスク人漁師が最初に、高級的な拠点を築いたのは1604年に、遡る。バスク人たちはそこで捕鯨を行っていた。 捕獲されていたのは、間違いなくヒゲクジラ、ホッキョククジラ、コククジラであった。こうした漁師たちの生まれが、サンピエール島及びミクロン島の旗に表現されている。しかし、18世紀1713年に、ユトレヒト条約が批准され、コートフランセーズドテールイコールヌーブとして知られる、ニューファンドランド島沿岸で、独占的に漁業を行う権利がフランスに、 付与されると、島は放棄された。その後、1763年のパリ条約で、サンピエール島及びミクロン島はフランスに復帰した。アメリカ軍とフランス軍に敗北した後、ノバスコシアに駐留していたイギリス軍は島々を攻撃し、1755年に住民たちを国外追放とした。しかし、 軍島は1783年のベルサイユ条約で、再び、フランス領となった。数名の著名な旅行者が未開発の島々を訪れた。1768年に、地理学者、ジャンドミニク・カッシーに、1791年には、文筆家シャトーブリアンが訪れ、著作、墓の彼方の階層において、軍島を不滅のものとした。フランス革命のさなか、 アカディア人のコミュニティは、マドレーヌ諸島に避難するために、突然、ミクロン島を離れた。それは、サンピエール島の共和国派運動が、1793年の、新たなイギリスの攻撃で突然終了したからである。ルイ18世による、復興王政まで、フランス領サンピエール島及び、ミクロン島に対して、イギリスの攻撃が減少することはなかった。 北アメリカとニューファンドランドの魚場への途上にある簡素な足跡、そしてイニシエのヌーベルフランス最後の名残である、漁師が暮らす小さなフランス植民地を研究する当時の著名な訪問者の中には、1850年代に訪れた外交官で文筆家のアルティールド・ゴビノー。 1888年から1890年まで、軍島に滞在した医師アルベール・カルメットが挙げられる。19世紀後半、タラ領のおかげで、サンピエール島及びミクロン島は、著しい経済成長を遂げた。軍島は、フランス領植民地であったためアメリカの法律が適用されず、アメリカの禁止法時代に特別な役割を果たした。 1919年から1933年にかけてカナダ及びアメリカ沿岸にフランス産ワインとウイスキーを密輸する酒の密貿易で真の繁栄を享受した。カナダで建造されるか、サンピエール島民が組み立てたスクーナー船か、スピードボートで酒を密輸したのである。これがブートレッガーの時代である。 1933年に禁酒法が解除されるまで年間最大30万ケースのアルコール飲料が群島を通過した。アルコール飲料のケースに使われた木材は島で放棄され燃料に使われるか全体が同盟の酒の木箱で建てられたビラカティサークを含む多くの住宅建設に使われた。1970年代には 酒のケースやフランス産シャンパンの板で覆われた小屋がサンピエール島にまだあった。ニューファンドランドの船乗りたちは木箱に入った酒を受け取った。彼らはジュート袋に酒を移し替えて木材を回収した。密輸船がアメリカの沿岸警備隊の船に妨害されると警備隊が前進してくる船の反対側で酒の入った袋を海に投げ込めば十分だった。 袋はすぐに沈んだ。警備隊の乗員が乗り込んだ時には、詐欺の痕跡は深海に沈んでしまっていた。貨物は失われたが、犯罪者を刑務所での苦しみから救った。密輸で逮捕される危険は、送料の一部に上乗せされており、受取人が支払う法外な金額を正当化していた。これにより、本当に、ヨーロッパから輸入された酒よりも、 安価な密造種が広まることになった。第二次世界大戦中、1940年6月22日の停戦とドイツ軍によるフランス一部占領の後、サンピエール島及びミクロン島は BC 政府管理下に置かれた。軍島の総督ジルベールド・ブルナは、フランスの金準備金で賄われた助成金を手に入れるため、アメリカ当局と交渉しなければならなかった。 彼は直属の上司であるジョルジュ・ロベール提督から委任されたのである。提督は1939年9月に西大西洋地域担当高等弁務官に任命されていた。同じ時期に隣国カナダはアメリカ政府の公演でサンピエール島及びミクロン島を占領するための上陸計画を準備していた。ビシ政府のプロパガンダ放送を行うラジオ局が 軍党に所在することを含む、いくつかの口実が提示された。一部の人々は、このラジオ局が、ニューファンドランドの漁場で活動するドイツの有ボートを、支援したとさえ主張していた。カナダ首相、マッケンジー・キングは、こうした、計画の実行を許可しなかった。この時代、地質学者、エドガール・オベールドラ・リュエが、サンピエール島に居住していた。アメリカ及び、 カナダ両政府と意見が相違していたにもかかわらず、ロンドンのド・ゴール将軍の命令で、エミール・ミュゼリエ海軍中将は、サンピエール島及びミクロン島に上陸した。上陸は、アメリカとカナダの当局が知らぬ間に行われ、そして助言に反していたが、チャーチェルから最初に同意を取り付けていた。この1941年12月24日の、 出来事によって大いに議論が巻き起こり、ルーズベルト大統領のドゴールに対する不信感が強くなった。ミュゼイエ海軍中将は自由フランスに有利な国民投票を組織した。したがってサンピエール島及びミクロン島は自由フランスに参加した最初のフランス領土となった。3年後の1944年6月6日。 キーフ,ファー中佐の指揮で、ノルマンディに上陸した自由フランス海軍、フュージリアー海兵隊、第一大隊177名の中には、ルネ・オータン兵長がいた。オータンは、サンピエール島及びミクロン島が自由フランスに、合流した後、自由フランス軍に加わった。オータンは1921年10月27日に、軍島で生まれ、1960年1月11日に、 軍党で死去した。第二次世界大戦後、1946年に旧植民地から海外領土に昇格した。1960年1月3日、サンピエール島及びミクロン島全体議会の全議員14人のうち11人と、元老院議員、アンリクレーローは、軍党に新たにフランスフランを導入したことで発生した、経済危機を避難するため辞職した。 ドゴール将軍は、有名なケベック訪問に出発する前、防空巡洋艦コルベールに乗船して1967年7月20日に、島を訪問し、自由フランスにおいて、サンピエール島及びミクロン島が果たした役割に謝意を示した。これは、フランス国家元首が行ったわずか4回の、サンピエール島及びミクロン島訪問の一つである。 1976年7月19日、海外領土はさらに共和国との統合を進め、海外圏となった。1985年6月11日の85から595法によって、特別地方自治体の地位を獲得した。2003年3月28日の憲法改正は、海外準権というカテゴリーを創設し、ここに、サンピエール島及び、 ミクロン島が含まれた。現在の地位は2007年2月21日の基本法第2007から223によって地方自治体の一般規定に固定されている。伝統的にサンピエール島及びミクロン島は200海里の排他的経済水域に付随する漁業権のため大きな経済的関心を示してきた。こうした国際ルールの適用について 二日間の異なる解釈が、カナダ側が、フランスのトロール船、クロア・ドロレーヌ号を打破した1988年から、生じた。1992年に、ニューヨークで行われた国際的な仲裁によって、以後、軍島に東に12海里、西に24海里、幅が10海里で南北に長い全長200海里の回廊が、排他的経済水域として割り当てられた。 衛星写真サンピエール島及びミクロン島は八つの島からなる小さな群島で面積は合計242平方キロメートル標高は低く浸食されている火山岩、先カンブリアキからの作り山運動とアパラチア山脈の連なりから生じた様々な変成岩で構成されている景観はゴツゴツして荒々しく大きくえぐられた海岸がありこれらは ニューファンドランド島やセントローレンス川、川口まで氷河で覆われた最終表記にすべて形作られた。群島は本質的に小さなサンピエール島と最大のミクロン島からなる。この2つの島を隔てる約 5.5km の海峡の名は興味深いことにラベーという。ミクロン島は北西ノルカップ北のグランドミクロン。 南のラングラードという三つの半島からなる。グランドミクロンの南側にはグランバラショア石湖がある。グランドミクロンとラングラードは、1793年以降、海難で難破した、多数の船舶のおかげで生まれた砂の地境によって、接続された。内陸部は主にデータン質の出現、石湖コ、信用樹脂体の希少な森林地帯となっている。 ベルリビエールという名にふさわしい一本の川が、ラングラード島を南から北に流れている。サンピエール港の南東に、小島や、無人島がある。マラン島、ピジョン島、バンクール島、そしてサンピエール島の北にあるグランコロンビエ島である。さらに東、ビューリン半島の方向にある、ベルト島は、領海の境界にある。島の主権は、不透明であり。 カナダがそこに灯台を建てた。ベルト島に加え本島の1300メートル南にあるエル・アンファン・ペルデュー・デル、エラ・ベルトと名付けられた岩は公式にフランスだけの領土である。地理学者のアンリ・ボリグは以下のように軍刀について述べている。いずれにせよ、4000人の住民が定住し、木造の住宅は明るい色彩で彩られ、低い窓は花の微笑みで照らされる。 庭は愛情を込めて手入れされ、器物のコツコツ鳴る音が不規則に通りに聞こえ、ノルマンディやブルターニュの話し言葉が、バスク地方のより活気ある鉛と混ざり合って聞こえてくる。サンピエールはまさに、アメリカ大陸の沿岸にある、古きフランスの一部分である。気候は、ニューファンドランドの気候の振興に従っている。冷涼で湿度の高い太陽性気候であり、 海から適度に緩和される。出現する大西洋低気圧に急速にくまなく覆われ、群島は北極圏の寒気と穏やかな海洋性の気団とがぶつかる場所になる。また、暖かいメキシコ湾流と冷たいラブラドール海流が出会う場所でもある。従って、冬季に引く、摂氏10度以下になることはなく、冬の平均気温は摂氏5度で頻繁に降雪がある。 夏季の平均気温は、摂氏16度で、6月から7月にかけて濃霧が、発生する日もある。風の要素、または風による冷却も重要である。2018年に撮影された群島のゴマフアザラシ、群島の主要な哺乳類は、狩猟目的で導入されたオジロジカ、雪ウサギ、ホッキョクウサギである。赤ギツネは、群島固有種である可能性がある。 アメリカハタネズミも自治体内で見つかっている。サンピエールの湖ではサーモントラウトとウナギが動物賞で優勢である。群島の海洋生物の視点から見ればゴマフアザラシ、ハイイロアザラシ、ズキンアザラシ、ザトウクジラ、ナガスクジラ、ミンククジラ、シャチ、イルカが挙げられる。淡水にはカワマス、ワカサギ、トゲウオ、サーモンが見られる。鳥類では およそ320種がいる。カモ、ホウジロ、アメリカムシクイカ、ヒタキ、ミソサザイ、コガラ、ユキホウジロ、ヒバリである。群島の植物の多様性は、その一部が、高涼としたシダを呼び、北極圏の低木で構成される。サンピエール港サンピエールには、空港があり、そこから、カナダの数カ所の空港や、ミクロンの小さな飛行場へ、定期的に運航している。 海上輸送により、サンピエール港とノバスコシア州のハリファックス港が接続されている。軍島と本土の間には、海上でも、航空でもない定期的な路線はない。ただし、2018年7月2日以降、エール・サンピエールは国の支援を受けて、公共サービスの一環として、パリシャルルド・ゴール空港から週1回の定期便を運行している。 この便を7月から8月まで ASL 航空フランスが運航する。サンピエール島及びミクロン島は憲法第74条の体制下にある海外準県でサンピエールへミクロン海外準県と呼ばれている。したがって県でも地域県でもない。自治体はサンピエールとミクロンイコールランの2つのコミューンで構成されるが海外準県全体の首都は サンピエールに置かれている。フランス語は公的サービス向けの唯一周知された義務言語である。行政権は文献化され、主に海外準権評議会議長に移管されている。この評議会は現地において特定の立法権限を持つが、関税、税制、都市計画における完全な自治権を持っている。その結果、国家による 公共サービス機関が利用可能になり、フランスメトロポリテーヌ、または外国から軍島に入ってきた全ての商品が、いくつかの例外を除いて税関によって課税される。浮遊連帯税がなく、不動産浮遊税もない。サンピエール島及びミクロン島は、1997年のアムステルダム条約で認められた。 フランスの災害部地域とは異なり EU の不可欠な部分ではない。つまり現在のフランスにおいて災害部地域とは憲法第73条によってのみ収められる自治体とサンマルタン島となる EU に関連するその地位は海外領土である。しかしながら海外準権の市民はフランス国籍とフランス憲法によってフランスのパスポートを持ち すべてのフランス市民と同様に、ヨーロッパ議会のフランス代表議員選挙や、その他すべての国政選挙に参加できる。1999年以降、フランスの地域圏と同様に通貨はユーロである。かつては、1973年まで通貨は CFA フランで、その後フランスフランであった。サンピエール島及びミクロン島は EU の領域の一部でもなければ、 宣言協定の一部でもない。海外準権評議会は、フランス領内の他にある地域権評議会や、権威評議会とほぼ同じ権限を行使して、自治体全体を収めている。海外準権評議会は、2つのコミューンに対応するに、選挙区から選出された19人の議員で構成される。これは、憲法第74条に該当するが、税関、税制。 都市計画及び住宅政策を含む特定の分野を除いて共和国の法律が直接サンピエール島及びミクロン島に適用される。また、軍島には海外準権評議会の要請に応じてその能力の範囲内で質問に意見を述べることのできる経済社会委員会がある。海外準権は以下のように共和国議会に代表を送っている。 海外準権の有権者はヨーロッパ議会のフランス代表議員選挙にも参加している。サンピエール島及びミクロン島には以下の国家行政サービスの地方分局が置かれている。サンピエールには海外準権において国家を代表する知事が長を務める知事局がある。知事は共和国大統領が任命する。司法には公訴上級裁判所、 第一審裁判所、行政裁判所がある。海外準権会計局は、海外準権の財政を管理し、本土のノアジェルに本部を置く。幼児官室、農事室、商工会議所、で抗原職人組合は、公共施設にまとめられている。サンピエール島及び、ミクロン島国家憲兵隊司令部は、中佐の指揮下において27名の現役兵と4名の、 予備役で構成される。1816年以降、国家憲兵隊が島に駐留している。最初は、国家憲兵隊駐在所と呼ばれ、この文献隊は1957年9月1日に、サンピエール島及び、ミクロン島国家憲兵隊支部となり、1968年12月1日に、隊となり、2003年5月1日より、司令部となった。 活動の主な部分は、社会秩序と公共の平和を維持するため、情報収集と犯罪予防に集中する。安全保障の一部として、また防衛力及び軍事力として、国家憲兵隊は北、アメリカに所在する。フランス領において、フランスの存在を確認する主権の力にもなっている。マラン島の民家第一次世界大戦から20世紀に、 終わりにかけてゆっくりと人口は増加し、以後わずかに減少した。INSE によると、2013年1月1日時点のサンピエール島及びミクロン島の人口は6057人、そのうち首都サンピエールは5430人、ミクロンイコールランは627人だった。2017年1月1日時点では、INSE によると、 ミクロンイコールランに641人、サンピエールに5633人がおり、サンピエール島及びミクロン島海外準県全体で6274人の人口があった。サンピエール島及びミクロン島で話される、フランス語はノルマンディやブルターニュで話されるものと似ている。住民のほとんどはノルマン人、ブルトン人、バスク人の入植者の子孫である。 アカディア人の子孫がささやかな数である一方、住民はイギリス人やアイルランド人との親子関係を強調する。これは家庭内で作業を維持していくために19世紀から20世紀半ばまで上記の入植者の男性たちとニューファンドランド島沿岸生まれの若い女性たちが結婚してきた結果である。英語は非常に一般的で住民の大部分が 第二言語として話している。軍刀は、英語を話す、アメリカ人とカナダ人の観光客を大勢受け入れているため、観光分野で非常に便利である。漁業の専門職の管理者においては、ニューファンドランド、または、他の地域の漁師とコミュニケーションを取るのに非常に便利である。出展元、フランス海外漁局、INSE ミクロン島の学校サンピエール島をび、 ミクロン島の教育機関は、サンピエール島及び、ミクロン島の公教育を代表するアカデミードカーンの一部で、ある。学校施設は、小学校4校、ミクロンに、文校のあるコレージュ、国立リセとサンピエールにある、職業リセで構成される。サンピエール島、ミクロン島発のリセ教育が始まったのは1963年10月である。私立教育は、 国との契約のもと、小学校4校と職業理性で行われている。2006年時点で1330人が学校に通っていた。バカロレアを取得後、サンピエール島及びミクロン島の学生は、知事の権限の下で書類に付与された、機動性パスポートの恩恵を受けて、軍島の外で勉強を続けることができる。 特別地方自治体としてのサンピエール島及びミクロン島も長期休暇中の毎年の帰省と同様、本土との往来にかかる経費をカバーしている。ほとんどの学生は勉学を続けるため本土行きを選択する。首都サンピエールには病床59床と救急医療を備えたフランソワ・オアデュナン病院センターがある。病院センターは約20人の医療従事者を含む 約380人を雇用している。専門家数名が1年を通じて派遣される。地元の社会保障基金は2007年に病院と別の保健衛生センター設立に貢献した。ミクロンには医師のいる診療所がある。群島の保健衛生システムの特徴の一つはその高いコストであり国家予算によって部分的に総裁されている。この費用は特に 軍島の医療現場で提供できない医療を必要とする患者を島外へ避難させることから生じている。2016年には844人が軍島外へ運ばれ、そのうち82%がカナダ18、18%がフランス本土へ向かった。2004年の指標に基づいて初めて作られたサンピエール島及びミクロン島の GDP は 住民一人当たり2673ユーロであった。しかし、フランス本土の大都市の基準に近いこの高いレベルは、本質的に購買力に基づいているため、注意深く検討する必要がある。このことは、労働人口のほぼ1、3が、公的資金から約40%から60%の割合でスライドされ、給料を受け取っているという事実によって助長されている。 これに加えて、住民の購買力を支えるユーロに対するドルレートの弱さが原因で、漁業市場や観光など、特定の分野が不利益を被っている。軍統の経済成長は、海外準権評議会が長を務める、サンピエール島及びミクロン島の軍統開発振興協会に委任されている。棚領及びヨーロッパやアジアの漁船への支援は、 タラが豊富に取れるニューファンドランド島沖のグランドバンクからさほど遠くない、この群島の伝統的かつ主要な経済活動だった。1950年代から近代的な高性能のトロール船が産業の特徴となった。しかし、1992年にニューヨークの裁判所で仲裁が確定した後、群島周囲のフランスの排他的経済水域が定まり、 直後に、カナダが、この種の量を一時停止したため、漁業資源の大幅な減少に続いて、漁業活動そのものが激減した。さらに、タラの漁獲量割り当ての減少に加え、ズワイガニ、ダンゴオオカ、ロブスターなど、小規模なユニットで漁業の専門家が漁を行う、方法が開発された。したがって、魚の輸出のおかげで最盛期には、全体の、 約50%だった輸入、輸出の均衡は約10%に下がり、地方経済の大きな弱点を浮き彫りにした。国と海外巡権からの確かな財政的支援のおかげで、漁業全体が生き残っている。カナダの排他的経済水域に囲まれた、群島の排他的経済水域1973年の国連海洋法条約で定義された新しい、 海洋法により、現在、国家は、排他的経済水域を200海里を超えて拡大し、周辺の大陸法を含めることができている。1988年4月、トロール船、クロワ・ドロレーヌ号が、軍島の選挙当選者の先導によって、カナダ領海を侵犯し、カナダ沿岸警備隊に逮捕された。乗組員、乗船していた4名の選挙当選者、 軍党のカトリック司教は2日間にわたってセントジョンズで拘束されたが、その後フランス国家による多額の罰金支払い後に釈放された。1992年の国際司法裁判所による仲裁では、フランス側が要求した4万7千平方キロメートルの代わりに、フランスには1万2400平方キロメートルの排他的経済水域のみが与えられた。カナダは、 サンピエール島及びミクロン島の領海がニューファンドランド島の南にあるカナダ独自の排他的経済水域を犠牲にして拡大することに反対している。オタワの連邦政府は1992年のニューヨークの仲裁裁定から生じた領海を守るとしている。しかし、この仲裁裁定は二日両国とも受け入れず、さらに軍島の当局者たちも受け入れなかった。 二日間で問題となっている漁業問題はカナダの宴会州と連邦当局の間でも発生している。しかし、この問題は1990年以前ほど深刻ではなくなった。それは漁業資源が減少し、オタワの連邦政府が大西洋岸全域で世界的な猶予を課したからである。サンピエール島及びミクロン島の選挙当選者たちは、 2009年3月に誕生した大陸法の集団所属である。その目的は、領海問題において、軍党の権利拡大を目指し、2009年5月13日までに、パリの国連協会委員会への同意書の提出を推進することであった。カナダは、フランス領の軍党が大陸法を拡張することになる、可能性に反対する法律の草案を作成した。 当時の内務大臣、ミシェル・アリオ・マリーは、2009年3月25日、国連で軍党の漁場を拡大する、要要請する、主意書を発表した。フランスは2009年5月8日、国連に、サンピエール島及び、ミクロン島、フランス領ポリネシア、ウォリス・フツナにおける、フランス大陸法拡張の事前申請を行った。このケースは行き詰まっている。 春まで厳しい気候が続くため、農業に適した期間は約3ヶ月と短い。肥沃な地表と土壌に欠けていること、泥炭質及び粘土質であること、これらは穀物栽培に不利な状態である。1990年代初頭から様々な農業開発が行われてきた。特に温室での野菜栽培である。食肉生産は主にブロイラー、卵、 アヒル、小羊の肉である。農業分野全体は、本土の支援と地元の投資規定の恩恵を受けているが、消費者の需要のごく一部しか満たすことができない。ミクロン島の風力発電タービン推定労働力3200人のうち約10%を雇用する建設業は不可欠な経済分野である。 気候の季節変動に従い、主に4月5月から11月終わりまで展開する。個別住宅建設が優勢であることが特徴で、質の高い職人の技を見せている。サンピエール島及びミクロン島の住宅問題は、他の海外巡検で見られる問題とは、全く異なっている。不衛生差や快適さの欠如も、スラムも実際に存在していない。 1999年の国勢調査では、住宅2415件、428件の、別荘、臨時の住居15件、空き家78件があった。2006年には、2517件が住居で、173件が空き家だった。住民の高齢化にもかかわらず、住宅の数は、サンピエールで5.8%。 ミクロンイコールランで7.3%増加した。一部の地元企業が実施する公共事業は公共調達に大きく依存しており、国、海外巡県または2つの地方自治体によって公正にサポートされている。商業は労働力のうち約15%の雇用を生み出しており、流通業が主体である。1980年以降、地元ブランドが大きく発展した。 海に囲まれた島であること、市場が狭いこと、遠隔地であることは、時に繊細な管理に貢献する。島に供給されるものの大部分は、北米大陸からの建設資材、肉や野菜である。同じことが、大型船の半分、大型の建設機械、および非常に多いプレジャーボートにも当てはまる。すべての輸入品は、それが、たとえ輸入元がどこであろうが、 地方予算の原資である関税や税金の対象となる。観光シーズンは二つの時期に分かれている。サンピエール島及びミクロン島の観光名所は手つかずの自然であり、季節の移り変わりに連れ海を渡ってくる動物である。カナダ、東海岸沖の海底堆積物を抽出する北米の石油会社は、セーブル島のノバスコシアガス盆地に最も近いエリアである。 群島南側のフランスの排他的経済水域、ツヤウにおいて、液体、または、機体の炭化水素を発見することに関心を持っている。ここでは2001年から、掘削探査が行われている。ニューファンドランド島とノバスコシアに利益をもたらす、沖合油田開発からの大幅な経済波及効果を、考えると、サンピエール島及び、ミクロン島は、将来、 興味深い堆積物が、領海内または、サンピエール島南側にある、二日両政府が構想する、共同管理地域で発見された場合に受け取る、有益な影響を、押し量っている。サンピエール教会サンピエール島及び、ミクロン島の優勢な宗教は、ほとんどの住民が信仰する、カトリック教会である。2018年3月1日まで、軍島には、 カトリックのサンピエール島及びミクロン島シトザ大陸が置かれていた。以後、シトザ大陸はフランス本土のラロシェル及びサントシ教区に統合された。カプチンフランシスコ修道会の修道士で聖書批評学者のシモン・レガスはサンピエール出身である。福音派には礼拝の場所があり、エホバの証人には2013年8月に建てられた独自の祈りの場所がある。 カトリックのサンピエール教会がある。最も現代的で多様化した通信手段として、軍統の住民に提供されているのは、インターネット、固定電話及び携帯電話、ケーブルテレビネットワークである。インターネット及びモバイルサービスは、電話通信会社2社、グローバルテルとオレンジの子会社 SPM、テレコムによって提供されている。地元で、 利用可能な暗号化カードを備えたテレビで地元の無料地上デジタルテレビ放送にアクセスできる。グローバルテルと SPM テレコムは携帯電話と携帯電話サービスも提供している。GSM850MHz 帯域や北米の他の地域で利用する 1900MHz 帯域とは異なる GSM900MHz 帯域を利用する。 コンピューター機器の重要性により、島民は島であることの状況と、遠隔地である影響を減らすことができる。首都サンピエールで毎週発行される L、エコーデキャップスし、ミクロンイコールラン庁舎が発行する L ホライゾン市の、ほか、オンラインマガジン LAVIESURLECAILLOU.com がある。サンピエール島および、 ミクロン島には FM ラジオ局が5局ある。3局がサンピエールに1局がミクロンイコールランにある。サンピエールエミクロンラプルミエールはフランステレビジョン参加の地元の地方公共テレビチャンネルである。群島ではフランス2、フランス3、フランス4、フランス5、フランス O、フランス24、ある手が視聴可能である。 地元の電気通信プロバイダー SPM テレコムは北米の標準 NTSC をセカムック1に変換したケーブルネットワーク上でいくつかの北米のテレビ局を放送している。さらにサンピエール・エミクロンがプルミエールはカナダの小ダイレクト衛星放送にピックアップされカナダのほとんどのデジタルサービスで NTSC に変換される。ありがとうございます。